回転は、はい、アウェー感みたいなのを感じました。あ、ものすごく感じました。なんかやっぱ選手も、今日の会見の選手も普段やっぱ会わない選手とか、それこそ僕がアベマ TV で見てる K1 さんの選手だったんで、こうやっぱ目が合っても、普通だったこのいつものこの明太の会場だとか行くと、こうやっぱ話す人はたくさんいるんですよ。今日話す人がケイジさんしかいなかったんで、はい、まあケイジさんがいてくれただけでも心強かったです。でも改めてその、K1、はい、まあ、にこれから参戦するっていうところで、はい、かなりこう気持ち的には、そうですね、もう本当に K1 さんに出るってことはすごい大きな決断でしたし、まあ、本当にすごい覚悟を持って決めたことなので、まあ、本当にこれからの格闘技人生負けられませんし、さっき会見でも言ったんですけど、マサト選手がミドル級を作っていったように、僕がバンタム級を、まあ、作るっていう覚悟を決めて、今から挑んでいくので、もう本当に、うん、引退するまで勝ち続けて、スターになって、終わりたいなと思ってます、はい。そのなんか決断に至ったきっかけみたいな、はい、なんか出来事とかなんかあったんですか。いや、出来事っていうか、まあタイミングがやっぱり本当一番、タイミングもありましたし、最後さっき言ったんですけど、マサト選手に憧れて、まあ、ちょっと長くなるんですけど、僕は K1 でマサト選手を見て、お父さんと2人で博多で始めて、で2人でジムに通って、やってきたんですけど、そこから K1 さんが1回亡くなって、そこから僕のブログのタイトルでもあったんですけど、石井一世 K1 への道って最初決めて、お父さんがずっと毎日ブログ書いてくれてたんですけど、それが K1 がなくなって石井一世世界王者への道に変わって、そこからムエタイに移って、だからまあ一度はやっぱ K1 の夢は絶たれたというか、まあ一度はこう僕が目指していた K1 なくなったんですけど、今こうやってまた一人盛り上がってK1 のタイトルもできて、K1 がこんだけ盛り上がって、で僕がちょうど今今年24になるんですかね、で僕が一番本当に格闘技人生で一番こういい時に声がかかって、で、まあ、本当タイミングがすごい良かったのと、そのもともと目指していた K1 のチャンピオンになることが、まあ、果たせる機会ができたので、まあ、これは本当にまあ、出場するしかないと決めましたね、はい。なんか去年はい、YouTube で雅人さんとこう、はい、あ、そうなんです、はい。なんかそれもちょっと関係あったりするんですか。あ、そうですね、やっぱりYouTube でちょっと話させてもらったんですけど、まあ本当に僕が見たままの本当にやっぱり大スターで、やっぱりこうならなくちゃならないないけないなっていう、僕が目指していたものはここだったなっていう再確認ができて、マサ選手から、まあ、ちょっと不利的なので K1 来ないのっていうまあそんな話もしましたし、まあ本当にやっぱりマサさんの存在が大きいですね、はい。初陣が地元福岡というのはなんかちょっと運命を感じますか。そうですね、それこそこう福岡でマサ選手を見て初めて、お父さんと一緒にジムに通って、で家族本当に総出でやってたんで、この福岡で生まれて福岡で育って福岡で格闘技をずっとやってきて、まあ、K1 デビューがそれこそ福岡で飾れるっていうことはすごい意味があることだし、まあ、僕が、まあ、あの時はまだちっちゃかったですけど、今はたくさんの後輩がジムにもいて、僕を応援してくれる方々もいるし、僕に憧れてジムに入った子もいるし、まあ、その子たちに僕がマサ選手に憧れたようにその存在に僕がなっていかないといけないなっていう、はい、それが福岡であるってことはもう本当に意味があることで深いことだなと思ってます、はい。相手に結構調和されましたけど、あ、そうですね、まあそれは覚悟してたので、まあ、うん、そうですね、まあか何とでも言ってもらえれば勝つだけなので、はい。何年以内に頂点に立ちたいと思います。
そうですね、まあ、さっき言ったように25歳で引退するともう決めてやっているので26歳になるまで25歳が終わるまでにって言ったので、もうそれこそ来年ぐらいには世界トーナメントやってほしいなっていうビジョンはありますね、はい、だからこのスタート8月インパクトを残すことによってそっちにつながりますし、まあ、この後の年内はまだ試合決まってないですけど、8月の後ももし出場する機会があればもう出てインパクト残して、下も来年どんどんつながってくるんじゃないかなっていう、はい、だから来年今年24になるんで来年が25ですかね、まあ、来年にはちょっともう早速やりたいですね、はい、はい、皆さんこんにちは、ムエタイファイターの石井誠です。まあ、皆さんびっくりはしたと思うんですけど、まあ、僕が覚悟を決めて、K-1 リングに上がると決めたので、皆さんも一緒に僕と一緒に戦っていただけたらと思います。これから、ムエタイファイター、そして K-1 ファイターの石井誠をよろしくお願いします。